いいんですか、そんな。どうも、坂口修一です。よろしくお願いします。僕はですね、体からいろんなものを出す男ということで、はい、次です。あ、一応ね、はい、いや、いいですよ、それでちょっともらいましたけど、一人芝居でエントリーしております。僕は2007年から2008年までですね、毎週火曜日に一人芝居をやるという、火曜日に2ステージやっていたんで、全部で合計100ステージという、火曜日の週1という公演をやっていたんですけれども、まあ1年間喋り倒しましてね、その公演が終わった後ポリープができて入院するんですね。そんな1年間毎週火曜日にやった中からですね、月替わりの作品ということで12本、主に関西で活躍している作演出家から、お願いしてですね、作品を作ったんですけども、その中でもえりすぐりの1本をということで、この後もね、紹介されます世界一弾という代表でもありまして、今はサンデーという、大作演でもありますウォーリー木下さん、ね、最近はハイキューで活躍ですけども、を構成演出に迎えた作品を終了です。